伊賀市。伊賀市は、三重県の北西部に位置する都市である。寄与地域及び、伊賀地域の中心都市である。京都、奈良や伊勢を結ぶ奈良街道、伊賀街道、初瀬街道を有し、古来より、と、飛鳥、奈良、京都などに隣接する地域として、また、交通の要衝として、江戸時代には、東道家の城下町や伊勢神宮への参宮者の宿場町として栄えてきた。 地理的、歴史的背景から経営、大和文化の影響を強く受けながらも、独自の文化を醸成している。特に旧上野市にあたる市の中心部は、歴史資産を早くから観光資源化することに成功したため、伊賀忍者の里、松尾芭蕉生誕の地として知られるようになり、昭和初期に採築された、上野城や忍者屋敷、芭蕉を聖火、鍵屋の辻、 男児理会館などの観光名所を有し、特産品に伊賀組紐がある。また、市街地は戦災による破壊を免れ、小京都の一つに数えられるほか、町屋と呼ばれる住居が多い。近年は、郊外の複数の温泉施設や、豊かな自然環境の中で、農業体験やキャンプ等ができる伊賀の里もくもく、手作りファームも人気を集めている。大阪と名古屋の中間に位置し、 市の中心部まで双方から自動車で、約1時間30分と比較的近いことから、大阪、名古屋方面からの観光客が多い。北に隣接する滋賀県甲賀市とは、伊賀流と甲賀流にちなみ忍術対決が行われる。負けた市は勝った市の PR ポスターを1年間掲示することになっている。2007年3月の対決では、伊賀市、2007年11月の対決では、 甲賀市が、いずれも市長による、直接対決で勝利している。三重県の北西部に位置する。北東部を鈴鹿山脈、北西部をしがらき大地、南西部を大和高原、室岡山群、南東部を布引山地に囲まれた盆地、上野盆地である。低地、大地は少なく、丘陵地が多い。淀川水系に属する木津川の上流域であり。 滋賀県や奈良県、京都府に接することから、三重県を東海地方に分類する場合においても名張市を含む伊賀地域は、基地方、関西地方として扱われることもある。いずれも、木津川水系、夏の蒸し暑さと冬の底冷えやついたちの寒暖差が、特徴で典型的な内陸性気候であるが、太平洋側気候や瀬戸内海式気候に含める場合もある。 1>, 1月の平均気温が摂氏3.2度で、三重県内では最も寒さの厳しい地域であり、年降水量は県内で最も少ない。夏は場所によっては摂氏40度を超えたという記録がある。強い冬型の気圧配置になると、甲賀方面からの雪雲の影響で大雪に見舞われることがある。年間を通じて霧が多く発生する。気象区分は、とに、 三重県北中部伊賀に分類される。伊賀市成立以前の年表は、伊賀市の新設合併に関するもののみ記載。旧市町村や旧軍の記事も参照。製造業をはじめとする工場が多いため、総人口に対する外国人登録者数の割合は高い。国籍としては、ブラジル、中国が多い。2004年11月1日の伊賀市成立と同時に、 制定されている。任期、二千十七年四月一日から二千二十一年三月三十一日。その結果、現職十五人、新人八人、現職一人が当選。現職二人は落選した。党派別当選者数は、公明3、共産一、維新一、無所属十九。二千十八年四月十三日現在なお、衆議院議員選挙の選挙区は、 三重県第二区三重県議会議員選挙の選挙区は東選挙区定数3となっている。地域では関西弁の一種である伊賀弁という方言が使用されている。名阪国道の上野東インターチェンジから市街地へ向かう方には忍者の里伊賀上野ようこしようこそ市街地から上野東インターチェンジへ向かう方にはまた来てダーコ。 また来てたいという伊賀弁の書かれた看板が立てられている。町村製紙工事の町村単位を区域として、地区と呼ばれている。行政側がおおむね地区単位に、地区市民センターを整備しており、住民自治協議会という組織が組織されている。現在、住居表示上は存在しない地区も多い。旧町村の範囲を基本としているが、大規模団地造成等のため地区割が変更されている。 ケースも一部存在する。伊賀市成立時に、住所表示は原則として、旧市町村の町名、あざなが踏襲されている、例、上野市朝日川岡町、伊賀市朝日川岡町。ただし、次の通り例外がある。旧上野市役所が、市役所本庁舎に、それ以外の旧町村役場が支所となっている。伊賀市役所本庁舎、南庁舎は、 耐震基準を満たしておらず、老朽化が進んでいる。そのため、内安弘人志市,市長時代に建て替えが決定し、現在地での新築に向け計画が進んでいた。このため北庁舎は取り壊された。2012年11月、坂倉純造が設計した市役所庁舎の保存運動を行っていた岡本久氏が市長に当選すると計画を白紙撤回し、2013年に 現庁舎から 2.5km 離れた三重県伊賀庁舎の隣接地への建設を表明した。これに対して、上野商工会議所の木津竜兵会頭らは、現在地での建て替えを主張し、2014年2月に住民投票条例制定を目指して7,180人の署名を集めた。この署名は、書類不備のため無効とされたが、 岡本市長自らが住民投票条例案を提出、可決された。同年8月24日、現在地か移転化を問う、住民投票が実施されるも、条例で50%未満では、住民投票は不成立と規定されていたため、投票率42.51%で開票されなかった。これを受けて、市長は9月議会に、庁舎移転を提案することとなり、 9月11日に賛成16人、反対8人で、庁舎移転は可決された。ところが、2014年12月24日の、東議会12月定例会で、一般会計補正予算案に計上された、南庁舎活用計画策定予算を削除する、議員提案がされ、賛成20人、反対3人で可決された。なお、計画されている、新庁舎は、 三重県伊賀町車臨設地に7階建てのべ約1万5000メートルである。新庁舎へ移転した後の庁舎は、図書館や美術館などからなる複合施設として利用し、現行の伊賀市上の図書館を、場所を大き年間とする構想がある。地理的に、大阪と名古屋の中間位置することから、特に名阪国道の物流利便性を受け、名阪国道沿いへの工場立地等が増加している。 市では農業を基幹産業として位置づけているが、農業就業者の高齢化、後継者や担い手の不足、採算性の悪化等により、競争力のある産業として維持することが難しい状況となっている。サービス業を中心に就業者割合が高まっており、観光関連産業の活性化が望まれている。 2015年国勢調査によると、伊賀市に在住する48,777人の15歳以上就業。就学者の8割に当たる39,472人が市内で就業。就学しており、県内の名張市への通勤。通学者は3,275人。津市への通勤。通学者は957人。北勢地区への通勤。 通学者は786人、滋賀県高賀地区への通勤、通学者は672人である。大都市への通勤、通学者は大阪市が627人、名古屋市が109人となっている。市街地に大型総合ショッピング施設が集中している。古くは都市銀行も存在したが、銀行は地方銀行のみである。なお、地域的に近畿地方に本店を置く。 地方銀行の支店も存在する。2012年12月現在、伊賀市内の郵便番号は以下の通り、市町村合併により、旧町村部の商工会は合併したが、商工会議所との合併には至っていない。伊賀医師会と長井師会の二つの医師会がある。JR 関西本線と伊賀鉄道伊賀線は単線で、あるが、地域の南部には、近鉄大阪線が走り、 その沿線、旧青山城には、大阪方面への通勤者向けに開発された住宅地がある。伊賀鉄道伊賀線には、漫画家の松本麗児がデザインした忍者をペイントした忍者列車が運行され、鉄道ファンのみならず、観光客らの人気を集めている。この路線は、近鉄伊賀線時代に、採算、廃止、または管理移行に関する提案、協議が行われていた。 中心となる駅は、伊賀上野駅ではなく、上野市駅である。合併前の市名のままであるが、変更はされていない。近鉄大阪線の青山町駅も同様。名阪国道、国道25号、無料が、東名阪自動車道、西名阪自動車道と直結しているため、旧上野市市街地からは、鉄道よりは高速道路の利用の方が利便性が高く、大阪及び、 名古屋まで約1時間30分で到達できる。また、雪が降ると、チェーン規制を実施することがある。2009年3月20日に新名神高速道路の江南 IC、滋賀県高賀市が新設したことで、北陸方面や草津、京都方面から一般道路経由で行くより短時間で行けるようになった。国道163号線によって、 津市へと移動することができる。旧青山町からは、名張市からつながる国道165号をもって津市へと移動することができる。この際、青山峠を越える必要があるが、秋から冬にかけては濃霧に覆われる日が多く、また路面が凍結することもあるため時間帯によっては注意が必要となる。青山町区間は片側1車線でありながら、 林業を等に利用されるトラックが途半の際除行することも多いため、国道165号のボトルネックとなっている。上野市駅前から大阪、梅田、新大阪、名古屋、名鉄バスセンター、天理へのバス路線があり、それぞれ約1時間30分で到達できる。全国市は、三重県内では、名古屋市で発行されたものが販売されているが、伊賀市では、 大阪本社、大阪市で発行されたものが販売されている。名張市及び熊野市以南も同様。中部地方のブロック市である中日新聞も販売されている。また、スポーツ新聞も名古屋市で発行する中日スポーツを除き、大阪版が販売されている。戦災による被害はほとんど受けなかったため名所、旧跡は多い。ただし、天章以外の乱による、 徹底的な破壊により、それ以前の建物等は少ない。東部に広がる山地は、ドライブや別荘地などに使われ、関西や東海地域の秘書地としての評価が高い。室上亀青山国定公園の一角を占める地域では雄大な山岳の自然や植物章を見ることができる。このほか2008年2月7日に仮想世界、セカンドライフにおいて、 忍者の体験型テーマパークをオープンさせている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。